はい、どうも皆さんこんばんは、ワロツです。はい、どうもこんばんは、今日は2019年9月の15日、夜中の3時12分です。よろしくお願いします。いやー、今後の人生について考えましょうか。いやー、厳しいね。なんか最近調子悪い調子悪いって言ってたけど、なんか配信でさ、こうずっと生計を立ててきたんだけど、なかなかね、それも3月以降ね、なかなかうまくいかなくなっちゃって、今までのこうね、蓄えたものとかでなんとかやってきたけど、今後どうしていったらいいのかななんて考えてましたよ。こう水物だからさ、人気商売は水物だからさ、なかなかこううまくいかないよね。サラリーマンとかだってさ、出勤すれば出勤した分だけこうお金がもらえたりするからいいかもしれないけど、ちょっと今ピンチですね。どうしていくのが正解なのかな。なんかこう一個のなんかこう終わりを感じるよね、なんとなくね。どこがタイミングだったんだろうな。なんか難しいよね、その原因が明確にあればさ、こうなんとか対処はできるけど、なかなかね、こう何が原因っていうのもわからないし、自分のことを客観するのって難しいよね。どうしていったらいいんだろうな。
んばんは、村田さん。どうも。こんばんは。働いたらか、あんまり労働が好きじゃないんですよね。労働っていうか、お勤めに出るっていうことは考えてないかな。それはもうだいぶ前の選択肢で終わらせたんで、あんまりいいことが起こらないんですよね、僕が働いちゃうと。それはないかな。あんまり労働っていう概念が合わないんですよね。お金を作るっていう部分では何かしら考えていかないと思うんですけど、労働は、あんまり好きな生き方ではないですね。
ばは配信頻度だいぶ増やしてるけど、15時間とかやって昨日とか1000円だったかな。この3日間ぐらいで多分4000円ぐらいだけど、30時間ぐらいやってるかな。あんまりね、長く回すとかもだんだん厳しくなってきたかな。結構長めに回してるつもりなんだけどね、厳しいね。いっすして、環境変わると前と同じ配信というわけにはいかないんですかね。いや、あんまりそこ関係ないかな。引っ越しは引っ越しは関係ないかな。徐々に徐々にこうダメになっていってるっていう感じかな、3月ぐらいから。何がしたい？いや、したいことは明確ですよ。いつも言ってる通りで、毎日楽しく生きていきたいですね。配信とかアートワークとかやっていきたいですね。そこはね、ブレてないね。やりたいことは明確だね。お花見の前ぐらいかな。お花見の前ぐらい、ちょっと前ぐらいからどんどん悪くなってるね。それくらいだね。半年くらいだね。収入源とか配信内容とかも根本からかな。根本からどうしていくのがいいのかなっていうのを考えないとなと思ってますね。根本っすね。全部ひっくるめてかな。もう疲れちゃったけど考えないとね。何もこうにも今の現状良くないからな。苦しいね。うん？生姜焼き今はまだ食べない。うん。
何人かいるね、何人かいる。支援してくれる人、何人かだね。まあ、どれくらいかっていうと、まあ、ゆうゆうが最近見てるかどうかわかんないけど、4時間やって花火0発とか1発とかがデフォだね、最近は。最近はそんな感じ。何をどうしたらいいかっていうのは、そこはまあ、崩れてないですね。まあ、いつも言ってる通り、やっていきたいですね。なんか痛い。病院行った方がいいんじゃない？救急車呼びな。病院行ってきな、今から。いらっしゃい。何をどうしたいかは見えてる。ああ、まあそれはもう昔から変わってないね。ただその手段を変えないといけないなとは思ってるけど、手段を変えるかなんか好転させようと思って。で、配信好きだからさ、やっぱ配信を携わっていきたいっていうふうに思ってたから、なんとか配信でうまくいく方法っていうのをずっと模索してたんだけど、まあどうにもこうにもこればっかりはもう難しいのかなとか思ってるかな。配信で生きていくのはちょっと厳しいかもね。やっぱ、まあどの世界でもそうだけど、支えてくれてる人がね、いて成り立つものだから、ちょっとね、今の現状だと厳しいね。ドラムはまあ別に、なんだろう、たまにカラオケ行くみたいな感覚だね。格闘技もなんか格闘家を目指してるわけじゃなくて、配信とアートはまあ本気でやってるけど、ドラムと格闘技は別になんか真面目にっていう感じじゃないね。何をどうしたいのか教えてもらってもいいですか？まあ、いつも言ってるけど、好きな人と好きな時に好きな場所で好きなことを好きなだけやりたいっていうことと、あとまあ、明確にこれだけはやらないって決めてるのは労働。労働はしたくない。で、まあ、曼荼羅的な発想で、こう、ゴールになりたいゴールと今を結びつけてるっていう感じかな。つまり、将来的にやりたいことと今やってることがずれるっていうのが絶対嫌だっていう感じかな。それは無駄になるから。だからその中でこうどうやって生きていくのかみたいなものをずっと模索してるかな。それは1個だね。これは？こんばんは。猫マはもう配信やってないね。映像すごい綺麗。ありがとう、うーちゃん。ありがとう。こんばんは、ちゃんちゃむ。
あ、まず、無労働で生きていきたいのかどうなのかじゃなくて、配信で食べていきたいですね。もちろん。どちらを取るかどうかじゃなくて、ずっと明確に言ってて、好きなことで食っていきたいから、配信で食べていきたいということはずっと言ってるよ。ただ、俺が配信で食べていきたいかどうかは言ったところで、食べさせてくれるかどうかは僕じゃなくてリスナーさん次第でしょ。で、今それが叶ってないからっていう問題だね。わかるかな？ちょっとごめんね。言葉にするのすごく難しい。ニコ生時代の和道さん面白かったです。失礼ですね ブラックコーヒーさん、すごい失礼ですね。他の配信でなぜか画像乱れてることがある。あ、そうなんだ。他の配信見ないからね。自分自身がうさんくさいかどうかっていうのはよくわかんないですね。俺なら救える答えが出せるけど、出さない迷ってるお前が魅力なんだ。みんな苦しんでるお前が見たい。苦しんでる俺が見たいのかな。辛いけどね、もう。ツイキャスでも配信してますね。今の和道さんに会いたいと思い、ふわっちまで来ましたよ。ありがとう。家賃払う、それもあるね。それもあるね。ていうか、もし1ヶ月でもずれてたら積んでたね。あのタイミングで引っ越すし、それはあるね。引っ越しは俺は配信労働だと思ってないかな。少なくとも俺にとっては労働ではないね、配信は。なんかお金を稼ぐ時には主体的に稼ぎたいんですよね。何か取り組むものを自己責任を負いたいんですよ。なんか誰かにやらされたりとか、誰かのせいにしたくないんですよね。自分の生きていくことを。僕は配信業っていうのはよくわかんないですね。労働、いや、労働、かどうか、あ、じゃあ、シンプルですよ。お勤めをしたくないってことを言ってるんですよ。僕は、お金は稼ぎたくないなんて言ってないんで。はい。別に、なんつうんだろう。楽しんでお金を稼ぐことはいいことだと思ってますね。そうじゃなくて、僕は誰かのお勤めをしたくないっていうことを言ってますね。そんな感じですね。いや、労働を漢字で調べた方がいいかもしれない、あかねさん。そもそもなんだけど、多分概念が違うと思います。多分、あかねさんが思ってる労働っていう言葉と僕が思ってる労働の定義は多分違うんだと思う。まあ、もう一回言うけど、お勤めをしたくないってことですね。だって個人事業主ずっと自営でやってるんで、僕。それは否定してないですよ。いや、まあ、コメント、ひどいコメントでもちゃんと答えますよ。でもまあ、あんまりひどいコメントはブロックしますけど。会社という組織じゃなくて、自分、まあさっきも言ったんですけど、自分がやることに責任を転嫁したくないんですよ。才能のある人間は稼げるべきだし、会社に搾取される構造っていうのが嫌なんですね、僕は。で、ダメになった時も自己責任を負いたいっていうふうに思ってるんですよ。ただ、正当な成果は、評価や成果が結びついていたい。
だからダメになった時は給料が低いし、いい時は給料が高い状態でいたいっていうふうに思っているって、若い頃から。まあそれが僕のライフスタイルだなっていうふうに決めてるんで、わかりますかね。 まあ簡単に言うとお勤めはしないっていうことですね。フリーランスでいるっていうことですね。そこはブレてないですね。会社はもともと代表やってたけど、別にまあ個人事業主でそこはいいかなと思ってる。会社作るの30万ぐらいかかるから、今作るタームではないのかなっていう。まあ会社作って代表になっても同じ問題だからね。売上を作らなきゃっていう問題だからさ。そうさんいらっしゃい。こんばんは。久しぶりです。どうなんだろうね。新章に入らないといけないタームなのかな。ありがとう、うーちゃん。なんだろう、会社員で勤めてる人の生き方はすごくいいなって思いますよ。僕がたまたま向いてないだけで、だって収入は安定してるし、やっぱり家族を養うとかそういうこと考えたりとか、将来のこと考えたら絶対ね、サラリーマンとかの方がいいですからね、会社の方が。たまたま僕ができないだけですから、サラリーマンの方を否定とかはしてないですね。ねえ、お布施いただきながらの配信が理想なんだけどね、ちゃんちゃんぷーさんね。こう見てくれてる人にね、少しずつアイテムいただけたら。本当はね、それが一番理想なんだけどね、なかなかそうもいかないんだよ。そうそう、一部の人に支えてもらってるっていう形をずっと取ってきてて、でも、そういう人がだんだん少なくなってきちゃってね、アイテム投げて見てくれる人っていうのがなかなか今いない状況だね。もしできてたら、できてたら、ああ、僕が働けたらってことですか？そしたら働いてたでしょうね。はい。それはできてたらやるでしょう。だってサラリーマンの方がいいと思うもん。たまたま僕がそのサラリーマンとしての素養がなかったっていう、勤め人っていうのが向いてないっていう判断をしてますね。で、自分のことだからよくわかるんだよね。就職2回やってアルバイト60個以上経験してきて、一番働いた時とかアルバイト3つぐらい掛け持ってたから、10代の頃とか。もうその時の自分には戻りたくないんだよね。ものすごく大変だったし、ものすごく疲れるんだよね。で、夢がなくて、もう本当に楽しくなかったんだよね。生きてる実感がなかったっていうか、なんかやらされてるだけで、ただお金のために働くロボットみたいになっちゃってたから、この生き方はやめようっていうふうに決めたね。公務員の方が安定してるから自分もできたらそうしたかったんですが、できませんでした。その中でね、どうやって生き残っていくのかっていうのは大変な問題だよね。ああ、そういうふうに言ってもらえると面白いね。なんか昔の放送とかだとね、なんか最近お客様気質のリスナーさんってすごく増えてて、
そもそも配信ってさ、お客様とかじゃなくて、一緒に同じ空間を作ってるっていう感覚ってどっかにあったのよ。昔のリスナーさんと昔の配信では。ただ役割が違うだけで、リスナーさんって役割とホストっていう、配信者っていう役割で、お互いに楽しもうね、みたいな空気感ってあったんだよ。今ね、なんか、最近ここ2年ぐらいの風潮として、なんかね、お客様だと自分のこと思い込んでる人がすごい増えてて、そう、なんか客のように扱えみたいなのすごい多いね。なんかそれはなんか違和感感じるね。Ado さんてっきり写真や映画をバンバン撮ってシルバーガンガン作って売りたい、配信は二の次だと思ってました。いや、そんなことないっすよ。全部一緒。いつも言ってるけど、配信と映画と写真とシルバーは同列ですね。っていうか、正直言うと、シルバー作ることと、写真を撮ることと、映画を撮ることと、配信は、そんなに差はないと思ってる、俺は。要は、表現として、表現方法が違うだけで、同じものを指してるっていう感じだね。自分の場合、障害とかもあるので、なかなかうまくいかなくて。ああ、そっかそっか。まあそういうふうになんか質問をしてくれたらそうじゃないよって答えられるんだけど、多分勝手にみんな印象で決めるんだろうね。この服はね、エミリちゃんが作ってくれた服だね。すごく大事な服だね。世界で1個しかない。4人ぐらいで今活動してますけど、多分10人ぐらいに増やしますね。一気に増えますね。今4人で活動してますね。でも10人から20人ぐらいに増やさないとなっていうふうには思ってるかな。アートワークの方に関しては。ワークアートじゃなくてアートワークね。そう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 。アートワーク。配信のたびにみんなでいろんな宇宙や死後その他諸々の鍋。何を作りたい？あ、悟り？評価されないよね。タバコ1本吸ってくるね。
難しいね。ありがとう。ちゃんちゃんブーみたいなね、いいリスナーさん増えてくれると嬉しいなって思う。すごく感謝してるよ。いい出会いだったなと思ってる。3ヶ月じゃないね。ああ、そうそう、3月だね。ただいま。ちゃんちゃんブーさんとかみたいなリスナーさんがこう増えてくれると嬉しいなって。だから来てくれた時嬉しかったよ、本当に。あ、バスキア展始まるんだ。へえ、見に行きたいかな。バスキアか、いいね。どこで始まるんだろう。行きたいな。いろんなものを見たいね。いろんなものを見たい。難しいね。変わらないといけないんだね。こう理想としてるものがなかなかこう形にならなくて焦ってるんだろうね、多分ね。苦しいね、今一番苦しいかな、人生で。六本木でやるんだ、いいね。バスキアか。仏教は開かないよ、俺はブディストではないから。俺はブディストではない。開かないよ。仏教ではなくて自分なりに答えを出したいかな。宗教は開くつもりないけど、自分なりの哲学を持って作っていきたいかな。自分のこう世界というか、自分の考え方、世界の捉え方を構築していきたいね。そういうふうに考えてるね。それを広めようとは思わないけど、それでまあ誰かの役に立ったらそれはいいなっていう。いや、お金稼ぐためにやってるわけじゃないからね。もちろん最低限のお金はどうしても必要だけど、普通に生きていくためのね。なかなか追いついてないですね。力不足ですね。ね、この活動を支援してくれる人が現れたら嬉しいんだけどね。アートは嘘くさいんだ。アドさんの配信でどんな時に花火がもらえると嬉しいですか？どんな時でも嬉しいですよ、花火は。だって、ねえ、評価ですから。ありがとう。お金にならないけど嫌いじゃない。ねえ、辛いね。ありがとね。お金にならないんだね。ブルー大好きですね、僕は。お昼の配信何名か特に心が軽くなったと思います。そうだと嬉しいね。そうだと嬉しい。アイテム飛んでた頃の配信内容はね、嫌いなんですよ、JJ さん、簡単に言うと。あの頃の配信内容が僕は嫌いでこうなったんで、だからそこはないかな。配信スタイルを元に戻すっていうのはないかな。今やってる形がとても好きなのね。今の活動内容がすごい好きなの、全体的に。バイトした方が稼げるだろうね。俺もそう思うね。そう、ただの気違い系だからね。ああ、そうだね、ブルー大好きだね。まあコツコツ続けていくしかないんだよね。地道に続けていって、応援してくれる人をね、増やしていくしかないよね。もし続けるんならね。
ああ、聞いてみたいね。リプ OK ですよ、シャンシャンブーさん。リプライっていう機能があって、その人のコメントをクリックして、こう矢印のマークが出るんだけど、そうすると、その人に質問ができる。私はリプライ OK ですから。そのコメ、気になったコメントをクリックして、そのコメントに返信をすることができますね。シャンシャンブーさん。それで聞いてみるといいと思う。そうするとね、その人に向けて、こうメッセージが、こう分かりやすく表示されるんだよね。もしよかったらリプライで。月収はね、今月10万ぐらいかな。フォローありがとう、うーちゃん。また来て。遊びに行きたい時に来てね。今はながら運転する厳しいですから、外配信禁止の条例も出てるでしょう。どうなんだろうね。外配信は禁止の条例とかは出てないんじゃないかな。あ、運転はダメだね。運転しながら配信するのは俺も良くないなと思ってたから。まあ免許持ってないからあんまり関係ないけどね。あなたは何で喋りたくなるんですか？寂しいからだね。寂しいからだね。あと配信が好きなの、喋るのも好きだし。人と、こう何かを喋ったりするのが好きなんだよね。多分ね、それですね。ちゃんちゃんブーさんが言ってる通りで、要は、まあさっきから、まあリスナーさんが何個か言ってる、前の俺が好きだっていう人が多いんだよね。で、その人たちが離れちゃって、で、っていうの、もう原因は分かってるのよ。前の和道が好きだっていうね。で、前の和道に戻らないんだったら他行くって言って、入れ替わりがかなり激しかったですね。俺の思想難しいかな。 そうかな。思想っていうようなものじゃないと思うけどな。いや、思想をお金にしたいわけじゃないよ。普通に活動していきたいだけだよ。俺は寂しがり屋だね。みんなもそうでしょ。ここにいる人たちはみんなそうだと思うよ。俺も寂しがり屋だし、すごく。みんなもそうでしょ。配信好きな人はそうだよ。俺も寂しいし、みんなも寂しいし。一緒だと思ってるな。ねえ、そうだよね。いや、思想を金にしないなんて思ってないって。だからそれ誰かが言ったことを俺の言葉にするのやめてよ。俺そんなこと言ってないよ。思想を金にしたいなんて、そんなこと思ってない。思ってない。活動、こういう活動を楽しみたいの、みんなと一緒に。あ、それは猫魔に聞いて。 俺は猫魔じゃないから、猫魔のことを代弁することはできないよ。あかねさん、それは猫魔に聞いてあげてよ。その俺が勝手に猫魔はこうだよっていうのは違くないかな。俺に聞かれても困っちゃうよ。ワドさんが、え、猫魔もお母さんもい、あ、猫魔もお母さんもいて少しは満たされてきてるんじゃないか。いや、だからこそ辛いっていうのあるよ。やっぱ猫魔もお母さんもいい思いしてもらいたいし、ましてや自分がね、こう払うべき
支出っていうのかな、家賃であったり光熱費は自分で払わないと迷惑がかかるから、そこに対する焦りっていうのはすごいあるよ。心は満たされてるよ、少しどころかすごい満たされてるけど、俺そんなこと言ってないよ。俺教祖になんかなるつもりないもん。そんなことには興味はないです。教祖になろうとか宗教を開こうとか金儲けしようとかじゃなくて、ただやっぱり配信やってる以上さ、まあ時給1000円ぐらいは稼ぎたいよね。3人で暮らすって何年ぶり？初めてだね。猫魔のお母さんと猫魔と俺が暮らすのは初めてですね。そんな感じです。俺も感謝してるよ。ありがとう。ありがとう、花火ありがとはね、そう、詐欺をやってる人も騙したくて騙してるわけじゃないんだろうね。でもやりたくないことをやってるから目が死んじゃうんだろうね。目が死んでる人、俺も目が死んでた時あるけど、やっぱりね、やりたくないことをやるってやるとどんどん目が死んでくんだよね。もちろん配信だけが手段だとは思ってないね。でも配信が好きなんだよね。いや、なんかね、いや、それはね、ふわっちができてきて1年ぐらい経ったぐらいから感じてたんだけど、配信とプライベートをごっちゃにすると稼げる矛盾とかじゃなくて、ね、配信ってそもそもプライベートも配信もなかったんだよ。ただみんなで集まって、ただ好きな人の部屋に集まってみんなでゲームで遊ぶみたいな楽しさがあったんだけど、そうじゃなくてなんか仕事っぽくなってるんだよね、最近の配信って。稼ぐためにやってる人が多いよね。楽していきたい。椿さんいらっしゃい。楽していきたいね。だからもともとなんかその純粋にあったコミュニティで、で、普通にみんなで遊んでるっていう感覚がね、どん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 なんかね、客商売みたいに変わっていった風潮はあるよね、ここ2、3年ぐらい。それはなんか、俺は嫌だね、なんか。なんか普通に遊んでる中でさ、お金がある人がおごったりとか、カメラ持ってる人が写真を撮ったりとか、普通のことじゃん。楽して稼ぎたい人最近多いし、なんか偉そうな人が多い。アイカさんいらっしゃい。
何かやりたいことをやるためにやりたくないことをして犠牲にするっていう生き方があんまり好きじゃないって感じかな。純粋にやりたいことで稼ぎたいって感じかな。あ、そうだね。永井先生だからそうだね。ありがとう。酔っ払いハンターさん、ありがとう。いや、ウズベキスタンのトイレの時給どころじゃないっすよ。最近はほんと一枠で4時間配信回し花火一発とか。そんな感じだね。もうほんと時給70円とか60円とか。で、じゃないよ。花火一発だから延長すると350円かかるの。だから150円とかだよ。4時間で150円とか。ね、いい配信者だよね。やりたいことをやってる人の方が少ないだろうね。最近変わったね。最近変わった。なんとかね、時給1000円、まあ最低時給ぐらいは稼いでいきたいなって思ってるけどね。やっぱり30分に花火1発2発飛ぶのが一番本当は理想なんだけどね。この服発売してるよ。フルオーダーだから、もし本当に欲しかったら、DM から LINE いただければ、いくらぐらいで作れるかっていうのを、アナウンスしますよ。いや、なんか、それは心の問題だと思うんですよ、何ひろさん。単純に、なんか、面白いなって思った配信者に、少し10円でも100円でも、1000円でも、まあ、お小遣い置いてくっていうかさ、そういうチップ文化みたいなものが広がれば、普通に成り立つと思うよ。ちゃんと、なんつうの、自分が楽しんでるコンテンツにお金を払うっていう癖をつけていくと。つまらなかったら、なんていうのかな、じゃないと、一方的に人気がある人たちがさ、どん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 稼いでいってさ、だから配信なのか配信じゃないのか分かんなくて、なんかホストクラブみたいになっちゃってるじゃん、今。和野さん以外の方に全く興味がありません。決めつけてはいけないでしょうが、精神の成長などを感じられず、悲しく思います。月謝制とも違うかな。なんか、その時、その時になんか、なんかこう、チップ置いてってくれると嬉しいって感じかな。10円でも。みんながさ、例えばいつも言ってるんだけどさ、1ヶ月に1回、仮にの話だよ。超仮にの話なんだけど、まあ今160人いるじゃん。で、仮にの話なんだけど、こう、160人が、花火投げてくれると500円でしょ？かける160人。もうこれで8万円になるんだよね。じゃあ、ここにいる160人が、まあ、100円、まあ、俺に50円入ってくるとしても、これでも8000円になるんだよ。もうこれでストレスなくなるんだよね。だからみんなが100円投げてくれるパワーっていうのはすごい感じてるよ。みんなが缶ジュース飲む代わりに4時間とか1日1回和道に100円投げようっていう風にお小遣いちょっとあげるかっていうだけで全然生活は成り立つんだよね。きついよね。きついよね。あれはね、あかねさんね、すごくいい仕組みなんだけど、無料フォローと月額フォロー。あれはね、なんかね、何万人いかないとね、使えないんだよ。そう、厳しいね。そうなんだよね。いや、出させてみろって言うと駆け引きになるし、嫌なんですよ、そういうのが。強制するものじゃないじゃん。
だってみんなにお金を払えって強制するものじゃないと思ってるんだよね。気持ちじゃん、アイテムって。だから毎日そのもらえるように頑張っていろんなことはシェアしたり、悩み相談とか聞いたりとか考えたりとか喋ったりっていうのをやってるわけじゃん、一生懸命。それが俺の役割でしょ。みんなからこうお金払ってよっていうのが俺の仕事じゃなくて、みんなにとって今日暇つぶせたわとか、今日楽しかったわとか、今日ほっこりしたわっていうのをプレゼントするのが俺の役割だから。だからその何て言うのかな、自分の仕事はちゃんとしたいよね。だけどそれがやっぱり評価が追いついてないっていう苦しみだよね。まあさっきも言ったけど、お前にその価値はないっていう人が多いっていう。まあ2人しか評価してくれないってことだね。さっきのまあちゃんちゃんブーとバーガー1個投げてくれた人以外はだから価値がないっていうふうに思ってるんだよね。まあそれが現実だよね。そうそう、誰でもできるわけじゃないんだ、あの仕組みは。あれは大手 YouTuber さんしかできないの。いや、わかるよ。ただお金を追いかけたら配信者じゃないでしょ。そんな配信者、福島さん好きじゃないでしょ。さっき言ってくれてたじゃん。もがいてる俺が好きなんだっていう。俺が経営者目線でお金追いかけてたら俺じゃないよ。お布施形式で時間を決めた配信はやったことあるんだけど、誰も投げてくれなかったね。結論から言うと。結論から言うと30分に1回バーガー1個投げてってみんなにお願いしたんだけど、誰も投げてくれなかったね。3人ぐらいかな。30分に1回バーガーみんな投げてねって言ったけど、余計収入が減ったっていうね。ありがとう。マルイムさんありがとね。いや、俺はいつも言ってるけどさ、お金をもらったら何々するっていうのって仕事じゃん。お金がなくても楽しんでもらいたいの。要はね、何を言ってるのかっていうとすごく難しいかもしれないけど、主体性ね。これをやったらこれを仕上げますよじゃなくて、和道の活動が好きだからお金置いてくねって、すごい綺麗じゃない？何も言わず。俺は一生懸命みんなのためにやる。お金が入る入らないが、大花火欲しいよ。欲しいけど、強制するもんじゃないってずっと言ってるじゃん。欲しいよ。大花火だけじゃなくて、やっぱりみんなから評価は欲しいよ。そうそう、アイテム投げてって言ったら投げるのは違うんだよ。その通り、サクさんの言う通りで、ワド今日お疲れ様とか、ワド今日楽しかったよってチップを置いてく関係が一番綺麗じゃん。わかる？わかる。某配信者は知らない。他の配信者のことは知らない。他の配信者は他の配信者だから、ここはここのみんなと話し合ってるわけだから。だってさ、私はお金1円も払わないけれども、私のコメントは拾ってください、私の悩みは聞いてください、私を楽しませてください。でも私はお金1円も払いません。傍から見ててなんかあんまりいい関係じゃないじゃん、それって。俺はお金がない。でもみんなにお金を与えることができない。でもその配信者としてやっぱりみんなに少しでも楽しんでいってもらいたいし、少しでもなんかこう考えたり感じたりとか、同じ時間を過ごしてるわけだからね。
あのね、簡単。アイテムね、やっぱ飛んでるときはね、楽しいよ。それはお金が入るから嬉しいとはまた違うんだよ。なんでかっていうと、話に集中ができるの。話に集中ができるの。分かってくれっていうか、俺だから強制してないじゃん。福島ピザさん1円でも投げてって一言も言ってないでしょ。特定の誰かに言ってないでしょ。それはプレッシャーを感じてほしくないの。お金もない人、俺生活保護でずっと苦しかったから、お金なかったし、お金投げたいっていう気持ちがあるけど、投げれない人もいるから、その人たちにも楽しんでもらいたいから。ただ、これは別ね。お金があるのに投げないっていう人は別。そのお金がない人は投げれないのしょうがないよねっていうふうに考えてるの。ただ、お金を持ってるけど投げないっていうのは、ちょっと俺は、なんか、ただ、なんだろう。ここの放送にはふさわしくないのかなっていう。そういう風に感じるね。それってさ、やっぱり、なんか、違うよね。いや、俺は違うと思うよ。やっぱ、いい関係を築く。例えばさ、キャバクラとか行く人とかだったら、俺キャバクラ行かないんだけど、働いてたことがあるからわかるんだけど、女の子が席について10分ぐらい話が盛り上がって、ドリンク1杯1000円ぐらいかかるんだけど、ドリンク1杯いただいていいですかって言った時に、いや、ダメだよ。お前に払う金なんかビタ一文もない。だけど、お姉ちゃんアフター行こうよ。カラオケこの後行こうよ。ラブホテル行こうよって。誰も行かないじゃん。誰も行かないでしょ。多分ね、そういうところに繋がってるんだなと思うんだよね。それと一緒で、やっぱりその気持ちよく関係性を築くっていうのはそういうところなのかなって、いい関係を築くっていうのは。ちょっとタバコ一本吸ってくるね。
まあそれはしょうがないよ。人のお家にお世話になってるわけだからさ。それはしょうがないよ。俺はやっぱりその郷に入らば郷に従えっていう言葉は正しいと思っていて、自分の部屋や自己責任が負える範囲だったら何やっても構わないと思うけど、人の空間でお世話になってるっていう時にさ、それは違うよね。俺はそう思うよ。みんな自由でいいんだよ。ただ自由には責任が伴うと思うかな。せっかく生まれてきてさ、せっかくね、一回しかない人生を歩むわけだから、自由に振る舞っていいんだけど、他人の自由を侵害したらいけないっていうね。ありがとう。気持ちが嬉しいよ。ありがとうね、ちゃんちゃん部。ありがとう。気持ちが嬉しいよ。ありがとう。ありがとう。まあ、だけど、さっき言ったさ、労働っていうのかな、強制っていうのかな、何かを強制的に強いるっていうことって、あんまり美しくないと思っていてね。だからみんなにこうしてああしてっていうと反発が生まれるだけだから。だから、評価してくれる人を待つっていうのが一番綺麗なんだよね。一生懸命ひたむきに頑張って、自分のなすところをね。で、誰かに認めてもらうっていうのを俺は綺麗だなって、達成感があるしね、いい関係が築けると思ってるから、長い目で見た時に。だから、まあ、仏教でいうところの50万払ったら戒名位を上げてやるとか、お葬式開きたかったら10万円って、俺はその坊さんかっこいいと思わないのよ。そうじゃなくて、悲しんでる人がいたらアドバイスしてあげて、で、食うのに困ってるからお茶碗一杯ご飯いただけませんかっていう関係が理想だと思ってる。それが仏教だからね、ブッダがやったことだから。悩みがあったりとか、こう自分の持ってる知識や経験をシェアしていって、で、その中で一杯のお茶碗にご飯をいただくっていうのが綺麗だよね。ありがとう。チャンチャンブーは心が綺麗なんだよ。ありがとう。だからみんなのおかげでね、こうやって写真とかも綺麗に撮れるようになったし、みんながこういい写真だねって言ってくれるものを作れたり、シルバーがこうやって進んでいくのはみんなのおかげだからね。一人で作ってるわけじゃなくて、俺が今経験してることとか、こうやって自由にね、こう何かを目標を持って夢を持って生きられるのはみんなのおかげだよ。仏教どうなんだろうね。サンスクリット語のハ行は言えないけど、どうなんだろうね。サンスクリット語のハ行を言えることと、ブッダの考えの真髄を知るっていうことはまた別のことなんじゃないかな。ありがとう。第3の目、あ、そうそうそう、入れた。ここに入れました。深見、久しぶりだね。でも僕は僕なりに仏教を勉強してますよ。自分なりに知りたい真理っていうのは追いかけてるかな。まあ、いや、だからこの活動をやってるわけですよ。
ありがとう、椿さん。配信はね、7年ぐらいやってますね。2013年からずっと毎日やってますね。1日8時間とか。ずっとやってますね。ありがとう、椿さん。ありがたく頂戴します。ありがとう。嬉しいね。ちゃんちゃんブーさんの思いが届いたんだね、椿さんに。ありがとう。嬉しいよ、本当に。優しい。ありがとう。嬉しいね。ふわっちはもう4年目かな。ハートありがとう。嬉しい、ありがとありがとう。みんな優しいんだよ、本当は。誰かがさ、意地悪なことばっかりしてるから意地悪しなきゃって思ってるだけで、本当はみんな優しい。誰かに意地悪されたんだよね。子供とかみんな優しいもんね、動物とかね。すごく価値のあるハートと風船とチンアナゴだね。欲は捨て去ることはできないからさ、どんなに成人になってもさ、ワドンの思う意地悪なものって何？簡単だよ。1個のケーキがあった時にみんなで分けようっていう人と、100人いて、ケーキ、でっかいケーキがあって100人いて、みんなで少しずつ食べようって思うのか、俺で一人で食べるって思うのかっていうことですよ。シンプルだよ。すごくシンプル。みんなで食べるのが俺は好きっていう。いや、嬉しいね。本当に嬉しいね。ありがとね。ちゃんちゃんブーも椿さんもありがとね。いや、嘘くさいって思うかどうか、本気で言ってんの、それ。それはさ、多分さ、誰かがケーキ食べちゃったのをずっと眺めてたんじゃないの。だからそういう風にされてきたからそう思っちゃうんだよ。いや、だから誰かにそうやってされてきたんでしょう。それが悲しいって話ね。ねえ、素敵だね。ランさんもありがとね。乗っかってくれるのね。ありがとう。ありがとう。嬉しいね。優しいね。優しい人が増えたらいいね。いや、嬉しいね。なんかこう、そういう風に言ってくれるっていうのをリスナーさんが言ってくれたのはすごい嬉しかったね。
みんなで和道にハート1個ずつ投げない？って。そしたら、いいよって言ってくれたのが嬉しかったね。すげえ嬉しいね。ありがとう、お花火ありがとう。頑張れよ。ハートなんて言わずに匿名でこれくらい投げるわ。今後に期待してる。頑張れよ。ありがとう。13さん、はじめまして。匿名さん、ありがとね。期待はしないで 期待をされるとね、裏切られたって思われちゃうのがね、すごく切ないんだよ。いっぱいあるの、配信やってて。勝手に期待して勝手に裏切られるのは辛いのね。そうじゃなくて、今を見てほしいね。ただ、そこに存在する真実だから。ただ今を見てほしいね。久々に配信見たんだ。いや、なんとかね、心折れそうになったけど、何度も何度も心折れそうになって。何回も死のうと思ったけどね。なんとか生きてますよ。ありがとう。ねえ、嬉しいね。ありがとう。嬉しいよ。臭いゴミにしか見えない。俺がどういう風に見えるかは俺の問題じゃないと思うよ、ピザさん。俺がどう見えるのかはね、俺の問題じゃなくてね、ピザさんの問題だよ。それはね、向こうが第5層に入った時にすごく思ったの。この世の中はものすごく美しかった。ものすごく綺麗だった。俺が勝手に思い込んで汚かったり汚れてるって思っただけなんだよね。すごい綺麗だったよ。本当にやりたいことはね、今そのシルバーアクセサリーを作っていて、来年個展を出したいんですね。だから、まあ生活、配信で生活費を稼ぐっていうことと、これをシルバーアクセサリー作ってるんだけど、これを来年の個展の期間に完成させて、これを桐の箱に赤いベルベットの布にこうやって箱の中に入れて展示をして、で、みんなに見せたいっていうね、個展に来てくれた人。あとはまあ写真、シルバーと一緒にやってるのが写真なんですけれども、今作品を作ってまして、でシルバーと写真をこう並べる個展の中でこういった作品を作ってます。でこういう個展の活動を続けていって、で見に来てくださった方の中で多分お金持ちの方もいっぱいいると思うから、その中で、本当は映画を作りたいんですっていう、こういう映像作品、この写真を動かしたいんです、ストーリーを載せたいんです、セリフを載せたいんです、でそれが夢なんですっていうことを淡々と語っていって、でその中で出資者を募っていって、仲間を募っていって、こう何て言うのかな、映画を作りたいっていう感じかな。今最新作はね、ちょっと待ってね、最新作これだね。あ、ありがとう、すごいって言ってくれて嬉しいよ。だからやりたいことはそんな感じですね。今最新の作品はこれです。あ、これじゃない、これはメリーゴーランドだ。これメリーゴーランドの作品ですね、写真。ちょっと待ってね、どこだ。
最新作、これがね、最新作の作品ですね。こういう自分が作った色合いとか世界、これ海の写真なんだけど、こういうのをね、こういう映像を動かしてこう作りたいっていう、毎回宣伝してるけどやってますよ、こういうのをこういう世界観で映画を撮りたいんですよ。まずはショートムービーから。ただまあなかなかね、そこに出資してもらえる人も放送だと難しいなっていう風に言うのはよく分かったから、もう1年ぐらい活動してて、だから叱るべきところ個展でちゃんとやるっていう風に決めたかな。見せてる見せてる、あ、いい、ありがとう。これもね、販売してるんでね、もしあの僕の撮ってる写真とかね、この作品気に入ったから部屋に飾りたいっていう風に言ってもらえたら、あの作品の発売もしてますんで、もしよかったら購入してください。ありがとう、マルイムさん、ありがとう。海と猫まちゃんですね。またあの写真の撮影の依頼もあのお待ちしてますんで、もしあの自分を被写体にして写真を撮りたい、僕の作風でよかったらね、そうですね、最近アートの活動ずっとやっていて、アートワークやってますね。あとはまあ精神世界の探求っていうことをずっとやっていて、その死後の世界であったりとか、あとなんていうのかな、死後の世界とか、なんていうんだろう、こう世の中の本当のことっていうか、あー、いや、夢、中学、シンプルですよ、深見さん、あの中学2年生の時になりたかった自分をずっと追っかけてますね。写真撮影はね、大体何枚現像するのかとかにもよるけれども、交通費プラス2万3万ぐらいかな、交通費プラス2万3万ぐらい。そのどれくらいの精度で撮りたいのかっていうのと、機材だね、あとスタジオ、だから最低交通費プラス2万3万、そこからプラスアルファっていう感じですね。家の撮影でも全然、あのもし僕の作品でよかったら撮れますよ、こういった作品でよかったら。変わったかな、そうかな、なんかこう綺麗なものを、自分が美しいなと思うものとか、自分がかっこいいなと思う表現っていうのをずっと追求っていうのをやってますね、今は。サイトは今制作中ですね。でも一応宣伝活動は配信だけかな、あとツイッターとか。作品もね、難しいね。どうなんだろうね。いや、チャンスがあったら地道に活動していけばいつか巡り合えると思ってるから、いつかそのお金を持って成功してる人の中でね、俺も若い頃映画撮るのがあの夢だったんだよねとか、君の写真好きなんだよねとか、シルバー好きなんだよねってなって、心通って話せば伝わると思うから、あ、じゃあ俺がスポンサーになってあげるから、君やりたいことやりなよっていうね。月の収入10万ぐらいですね、僕今。アドツです。今10万ぐらいですね。もうこの3ヶ月間ぐらいずっとそんな感じですね。ありがとう、13さん。頑張るね。サイトとかでは宣伝しなくて、ずっと配信でずっと言ってたりとか、あとはイベントに出演した際の物販とか、そういうところでやってますね。さっきも言ったことにつながってて、すごくミニマムに考えてるんですよ。なんかこう広めようとか儲かろうっていう発想じゃなくて、
一個一個の出会いを大事にしてる感じですね。ここに来てくれた人の中でも本当にいい作品、本当に素晴らしい作品を作ったら、誰か本当に欲しいと思う人いてくれるし、本当に素晴らしい作品を作ったら、ここで見てくれてる人が、いや、和道写真いいよって、見に行ってみれば放送とか、自然と広まっていくもんだと思ってるんですよ。だから、あくまで僕がやることは SEO 対策で写真を売るために知名度を上げたり広めることではなくて、あくまで僕はいい作品を作ることが仕事だと思ってるんで、そういう感じかな。ありがとう。知ってくれて嬉しい。でもこうやって知ってもらえるじゃん。で、その中でさ、やっぱ写真購入してくれてる人もいるから、今5作品売れてて、ゆっくりだけどね、5つ僕の写真を誰かが買ってくれて飾ってくれてるっていう思いはあるから。がね、いや大丈夫だよ、必要な人はおのずとこう現れてくると思ってるから。取材費用？取材費用って何だろう、何の取材ですか？商業ではなくて、あくまで、まあ僕はアートやってますけど、まあ学歴がないんでアウトサイダーアートっていうジャンルになるんだけど、一応コマーシャルアートではなくてね、アートだっていうふうに思って。これもだからそのアーティストの自分のオリジナルの服を作ってもらって、これはね、水牛のボタンでここを止めるの、水牛の、こうやって引っ掛けるっていう、破れてないよ。こういう服だね。ここはね、カットしてるデザインな。ハルさんにブッダを感じる。 ありがとう。素材はね、合皮ですね。ただ、オーダーがあったら本革でも対応してるんで、そこは予算と相談ですね。もしこの服が欲しいっていう依頼が来たら、素材、この服で作る、この状態で作るのか、合皮で作るのか、それとも本革で作るのかっていうのは、それは予算次第ですね。難しいですね。タバコはやめてないですね。吸ってますね。僕は作ってないですよ、優雅さんのオープニング。映像作品はこういうのを作ってますね。多分ね、作風に癖があるからね、俺の作品はすぐ分かると思う、見たら。こういう作風ですね、僕の作風は。違うでしょ？なんかね、意外とね、メルヘンなんですよ。意外とロマンチストだから。これは僕の映像作品ですね。ありがとう。ねえ、サロンの作り方が分かんないかな。もしそういうノウハウがね、ある人とかいたら一緒にこうコラボしてね、やってみたいとは思うけど、僕ね、
今その写真のことやシルバーのことや配信のことや映画のことで手一杯で個展のこととか、なんかもしねそういうサロンのノウハウがある人がいてあのタッグを組んでできたらねいいなと思うけど、短編の公演、あああれね、うん、ありがとう、見てくれたんだ、ありがとう。あ、僕現場で撮りましたよ。はい、僕の作品ですよ、はい、僕が現場で撮ったやつですね。これかな、多分このさ、これのことだと思うけど、さっきの動画も僕の作品だし、今流してるのもこの作品も僕の作品ですね。僕が撮ってますよ。これね。本当はね、ちゃんと自分が今持ってる技術で撮りたいんだけどね、映像は難しいんですよ。さっきの動画は僕の動画ですよ。もう一回見る。もう一回見たら僕出てくるんで、確実に僕の動画だっていうの分かります。これ全部自分で撮りましたね。これは伊豆で、伊豆の竜宮窟っていうところですね。例えばこの動画だと1ヶ月かかってますね。5分でだいたい1ヶ月ぐらいかな。クオリティによるね。ただパッと撮って編集しなかったらあれだし、これはね、スタンドインって言って、本当は綺麗な女の子をこういう演技させたいっていう意味で、これ人手がないから俺がスタンド、要は俺で撮ってるだけで、本当は女の子で撮りますね。こういうのとかね、撮ってますね。昔のやつのテストか。これも僕の作品ですね。本当はだから映画を本気で撮りたくて、いろいろ試してる。これで、ね、でもね、もう1年ぐらい前の作品ですね。今は写真ばっかりで、写真の技術を上げようと思って、映像の絵作りっていう構図であったりとか、その絵のグレーディングっていうんだけど、皮膚をどうするのかとか、世界の色合いをどうするのかっていう作業を極めようと思って、そっち側に専念してますね。ミュージシャンから依頼来たらめちゃめちゃ嬉しいですね全力で作りますね、いい仕事をしたいですね。映像な、5分ぐらいの映像、すごくね、そこいつもその説明をするんだけれども、すごく難しくて、逆に何を撮るのかっ
なんですよ、映像作品って。例えば、なんて言えばいいのかな、持ってる機材と演者をどれくらい入れるのか、ストーリーをこちらで書くのかによって作業量が全く変わるんですよ。例えばその場で撮ったものをパッと作ろうと思って、サボろうと思ったら別に1万円でもできるし、凝ろうと思ったら100万円かかってもできないとか、もうそういう世界なんだよ。だからね、一概にそのいくらぐらいでできるものなんですかっていうのは答えづらい。逆にどういったクオリティのものが欲しくて、どれくらいの予算で作ってほしいんですよって言われたら、それは可能ですとか、それはもらいすぎですとか、そういうことは言えるけれども、大体動画で言うと、まあ1分5万とかが相場かな。1分5万円とか。ただそれも下げようと思ったらいくらでも下げれる。いや、別になんかプロがどうとかじゃなくて、やっぱりアートで美しいものを作りたい、かっこいいものを作りたい、正しいものを作りたいっていう考えなんで、そうですね、予算提示していただくっていうのが一番この業界では普通かな。予算いくらぐらい用意していて、どれくらいのクオリティで、どれくらいの尺で作りたいんだけどっていう。YouTube 最近やってないですね。今、写真の個展にフォーカスしてますね、僕は。だからその写真も、まあ、例えば Twitter に上げたのね、どれくらい変わるのかっていう。和道さんがやって、写真を撮るっていうこともなかなかね、説明、一般の人には難しくて。例えばなんだけど、これが元の写真なんですよ。誰でも撮れるわけじゃないですか。簡単に言うと。で、これを3日間かけてグレーディングっていう作業をしたのがこれなんですよ。だからこれでいいんだったら、まあぶっちゃけな話、交通費とまあ2万3万とかでいくらでも取れますけど、そこに3日間のまあ作業代をいただけるのであれば、こういうふうにできますよって。映像も全く同じ原理ですね。そのどれくらい作業がかかるのかっていう、どれくらいの予算でできるのかっていう感じですかね。すごい難しい。だから逆に予算の方はこれだけ出すから、クオリティの方をできるだけ上げてくれっていうのか、クオリティはこれくらいまで担保していいから予算を下げてほしいとか、そこはもうなんかこう、相談っていう感じかな。一緒にクライアントさんと一緒に作っていくっていう感じかな。地道に活動を続けていくのもそうだし、なんだろう、あくまでそのゴールはそれでご飯が食べたいとか儲かりたいじゃないから。一緒にいい作品を作ることがゴールだから。何でもそうだけど、やっぱりいいものができたら評価されるんですよ。さっきもさ、なんか何やってんのって分からなくても、写真見てもらったらいいじゃんって言ってもらえるじゃん。だからいいものを作っていったら、自然と評価はされていくものだと思っているんで、評価が欲しいとかお金が欲しいわけじゃないんですよ。なんだろう、いいものを作りたいんです。でもいいものを作るにはお金と時間がかかるんですよ。そこが今僕が葛藤しているところですね。商売はもう10代の頃会社経営やって営業マン上がりだったんで、もう散々やってきたんで、小手先ばっかりじゃないですか。売れないものを売るのが営業マンなんで、もう嫌になっちゃったんですよね。ものづくりに転換してますね、30代からは。いいプロダクト、いいアート、いい表現をしていれば勝手に広まるっていう。だから営業的なことはしたくないんですよね。本質的なもの以外っていうのは淘汰されるっていうのがよく分かってるんで。僕はなんかこう消費をしていく人間じゃなくて、生産をしていく人間になりたいんだよね。何かを作る人間になりたい。
個展は来年に向けてやりたいなと思ってるんですけど、来年やるのはやるってもう決めてるんですけど、そうじゃなくてね、配信の生活のベースがもう崩れちゃって、どうしたらいいのか、もう1日10時間配信やって1000円ぐらいしか稼げなくなっちゃったから、どうしたらいいんだろうっていうのですごい悩んでますね。個展のお金も20万ぐらいかかるんだけど、個展を開催するだけでも。それどころか自分の生活が成り立ってないっていうこう状態になっちゃったね。辛いっすね。難しいね。せっかくここまでね、積み重ねてきたのに。お金あるね。なんか才能を買ってくれる花火師さんとかにね、こうスポンサーになってもらいたいね。応援してもらいたいね。オリジナルアイテムっていうのは写真とかは発売してますよ、今でも。遅咲きなのかな。もう苦しいよセフィ。毎日写真のこととアートのことだけ、配信のことだけ考えたいな。別に贅沢したいとかはないから、ただ創作だけに専念したい。お金のこと考えてるのやだ。作品作ることだけ考えてたいね。青汁王子さんっていう人100万円くれるの？ そんなすごい人がいるの？自分に才能があるとかないとかもあんまり考えてなくて、やりたいことをやるだけですよ。まだまだ見えてるんで、まだその映像の表現、写真の表現、やりたいことまだ完璧にできてないんで。いや、簡単ですよ。宮崎駿は作品作るだけでしょ。鈴木敏夫がだから現れると思ってます。要はね、宮崎駿がね、鈴木敏夫的なことをやったらもうジブリは崩壊するんですよ。絵が描けなくなるんですよ。そういう話ですね。いいものを作ろうって本店思ったら、餅は餅や。営業は営業のプロが必ず現れるんで。で、作品を作るプロは、僕は作品を作る側になるって決めたんで、僕は宮崎駿になりますよ。でも宮崎駿がね、ちょっとね、映画の興行成績とかをね、ちょっとどうしようって考えた瞬間に、もうジブリはジブリでなくなるんだよ。評価は求めてない椿さん、なんだろうな、ずっと言ってるのになんで伝わんないんだろう。評価が得たいとかお金が欲しいとかじゃないんですよ。
いいものを作りたいんですよ。なんかね、伝わらないんだよな、そこ。なんでなんだろう。僕はいいものが作りたいだけなの。みんなが、ああ、綺麗だなとか、ああ、かっこいいなとか、ああ、いいねっていうものを作りたいだけなの。別にお金も評価もいらない、有名になりたいとかもないの。ただ作りたいの。YouTube チャンネルはどんな感じですか？どんな感じというのはどんな感じでしょうか？どんな感じというのは。ワド監督で検索すると出てきますよ、僕のチャンネルが。それは僕の仕事ではないです 僕の仕事ではないです。要はそれをやると濁るんですよ。アートをやってると分かるんですけど、お金のこと考えてるとね、作品のこと、作品が濁るんですよ、単純に。お金のこと考えてる画家なんていないですよ、簡単に言うなら。お金儲けるために描いてる画家なんていないですよ。僕は作品を頑張って作ります。一生懸命作ります。吸ってくるね。
これ。ありがとう、頑張る。ありがとう。ありがとう。
どこで売ってんの？マレーツだ。ただいま。すごく考えてるんですよ、13さんね。もう僕34になるんですけど、働くこととそのいろいろすごく考えて、そこは結論慎重に出してるんですよ。もうね、やりたくないこと、まあ作品が濁ることもそうなんですけど、それってね、やっちゃいけないことなんだよ。じゃあ人生の半分をお金を生むことやって、人生の半分をね、やりたいことやるっていう風にやると、人生、時間とね、気持ちは返ってこないんですよ。時間と気持ちは取り返しがつかない。お金はなんとかなるよ。でまして、アートを志してる人間がそれをやったらダメなんだよね。すごく考えてるの。割り切れるんだったらこんなことになってないですよ。まあ簡単に言うとね、作品が何か起こってる最中に雷が落ちて死ぬんだったら僕は本望ですよ。だけどアルバイトをやってる時に雷が落ちたら僕は一生後悔するんですよ。わかります？後悔したくないんですね。だから厳しくてもこの生活を選んだんで、どんなに辛くても歯食いしばって耐えられるのはそういうことなんですよ。トムさんが良くないと思うよ。だってドルさんは一生懸命表現してるのに、それを受け取らなかったのはトムさんだからさ。面白い人を見ればいいんだよ、トムさんが。面白いと思う人を見に行けばいいんだよ。それは一生懸命何かをやってる人に対して失礼じゃん。例えば子供に情熱大陸見せても面白いと思わないでしょ。で子供はポンキッキー見たいわけじゃん。でも情熱大陸が好きな人もいればポンキッキーが好きな人もいて、好きな方を見ればいいだけじゃん。そうそう、芸術は努力が認められる世界じゃない。そう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 、そういうこと。そうだね、自分の心に従って生きるってことだね。アルバイトをすること、例えばさ、13さんが言ってることって何かって言ったらね、自分の息子がいるとしよう。息子に聞くのよ、将来何になりたいって。高橋、将来何になりたいんだ？お父さん、僕はね、サッカー選手になるんだ。ロナウジーニョみたいになりたいんだよ、お父さん。そうか、高志。じゃあお父さんからアドバイスをするぞ。よく聞け。3ヶ月間、セブンイレブンで働こう。お父さん？いいか、高志。
お前がサッカー選手になるためにはロナウジーニョになりたいんだろ。ファミリーマートもいいぞ。佐川急便で働くか。3ヶ月働いて3ヶ月サッカーのお父さん、僕はねサッカー選手になってロナウジーニョに。いいか高志、現実を見ろ。それは甘えだ。いいか、とにかくお前がやることはセブンイレブンで働くんだ。お父さん、それはなんか違うと思うよ。いや、そんなことはない。お父さんもいっぱいアルバイトしたんだぞ。なんかこんな話に聞こえちゃうの。その子はね、多分ね、あのロナウジーニョにはなれないと思うよっていうことを優しく説明してるんだけど、セブンイレブンの棚卸しが上手くなるだけでしょ。僕はセブンイレブンの棚卸しを極めたいわけじゃないからさ。伝わる？で、簡単ですよ。13さんがそれが正しいと思うのであれば、13さんがそれをやればいいんだよ。でしょ？ロナウジーニョ古い古い人間ですから。うん、そう、決めつけは良くないよね。そう、自分はこうやってやったよっていうのは参考になるけど、本当にそうだね、花見さんの言う通りで、責任が取れないことを押し付けるのはすごく怖いことだよ。七原くんの放送だけ見ればいいんだよ、つとむさんは。だってドルさんは七原くんじゃないじゃん。昔の金梅さんじゃないでしょ。だから七原くんだけ見ればいいんだよ。そしたらさ、ドルさんも不快な思いしない、つとむさんも不快な思いしないでしょ。七原くんだけ面白いと思うものだけ見るといいよ。そしたらみんな幸せだから。決めつけは良くないね。それで夢を諦めた人をたくさん見てきたからね。友達でもいるんだよね、いまだにプロのバンド組むって言ってるやつが。でもバンド組んだこと一回もなくて、ずっとアルバイトやってるんだよね。生活してくのにはお金かかるね。だから今アートで少しでもお金を作ったりとか、配信でお金を作ることが正しいことなんじゃないかなって思うかな。そのお金はさ、すごく大事なことで、写真家としてのお金だからさ、価値が違うんだよね。アルバイトをして500円稼ぐことと、花火を一発もらってもらうお金っていうのは意味が全然違うわけですよ。だって今こうやってくれたアイテムっていうのはさ、この配信に対するチップを置いていってくれたわけだから、また頑張ろうと思うでしょ。作りたいものしか作らないですね、はい、僕は。作りたいものを作りますね。
作品にこう関係のないものに時間を費やしてるっていう時間がないんだよね。うん、写真を広めようと思ってないんだよ。なんかね、やっぱずれるんだよな。え、俺の言いたいことを分かる人手挙げて。なんでこれ、なんて説明したら伝わるのかな。俺の言いたいことを分かる人いる？いや、和道が言いたいことを理解できるよっていう人、ちょっと手挙げて。なんかね、やっぱね、何回話してもね、やっぱね、そこがね、伝わらないんだよな。さっきからずっと言ってるんだけど、どう言ったら伝わるのかな。いや、さっきから言ってる通り、写真を広めたいとか、評価を得たいとか、お金を稼ぎたいとかじゃないんですよ。ただ作りたいだけなんですよ。いいものをね。いいものを作りたい。そこがね、なんかね、わかんないんだよな。なぜ伝わらないのかがわかんないんだよな。説明が下手なのかな。なんで伝わらないんだろうな。困っちゃうね。いろんな人たちに写真を広めようじゃなくて、こうそこに今いる人たちに向かってアプローチしかしないですね、うん、創作活動したいですね。わからないか。いや、シンプルですよ。ただ作りたいだけなんですよ。そこに不純物を入れたくないんですね。なんかね、なんか誤解をされてるというか、なんだろうなっていう、なんか難しいね。いや、俺が伝え方下手なのかな。言いたいことが伝わらないのはちょっと悲しいな。なんか、悩みますよ、やっぱり。あのアート以外のこと、配信以外のこと、シルバー以外のことを考えてるときは悩みますよ。悩みませんか。真剣にやってますからね。悩みますね。毎日創作のことだけ考えてたいですね。創作に専念したい。そうだね、そうだね。ストレートに言ってあげた方がいい。あ、遠回しなのかな、言い方が。ストレートに言うとすごく嫌な言い方になるけど、聞いてくれますか。じゃあみんな聞いてくれる。ストレートに言っていいの。ストレートに言っていいんですか。ストレートに言った方がいいんだったらドストレートに言いますよ。ただなんか嫌な思いさせるんじゃないかなっていう。そう、みんな俺のこと助けて。みんな俺のこと助けて。金をくれ。それだけだよね。もし俺の活動とかに意義を見出したりしたんだったら、少しでもいいから俺に金投げて。嫌でしょ。嫌な言い方じゃない。俺夢叶えたいから、みんなお金ちょうだい。アイテムちょうだい。助けて。お金のこと考えたくないね。花見さん、ストレートに言ったよ。いや、ごちゃごちゃ脳が汚れずに金よこせってことじゃないよ。それはなんか違う。そんな風には思ってない。青好きですね。大好きです。
それはなんか拡大解釈かな。なんか写真頑張るからいい作品撮るし、映画も頑張るし、映像も頑張るし、配信も頑張るし、シルバーも必ず作るから支えてって感じかな。ごちゃごちゃ能が来たれずに金よこせなんて思ってないよ。助けてって。それが本当にストレートかな。支えてほしいね、みんなにね。言わない方が良かったんじゃないの。なんか嫌な思いした人いたら嫌だね。ほらやっぱ反感買うでしょ、正直に話すと。なんだろうな、芸術家気取りだよって。一生懸命やってるんだけど、さっきまでね、いい写真だったねってなったのがやっぱ変わるじゃん。だからあんまりストレートに言うのってよくないんだよ多分。アートに専念したいだけなんだけどな、やっぱ嫌だね。こびれないからなるようになるって知ってるってどういうことだろうな。私もストレートにお一人住んでは。応援してほしいね。金銭的に支えてくれる人がいたら本当に嬉しいね。正直だね、正直な気持ち。みんな少しでもいいから、なんか生活の足しになったり、延長代とかの足しになるから助けてほしいね。アイテム欲しいね。支えてほしいね。アートがやりたい。誰かにパトロンになってほしいな。才能だと思わないな。自分がアスペだからやっぱ苦しいからね。さっきも言ったんだけど、普通に働いたりとか普通に働けてる人って尊敬してるんだよ、わりかし。俺ができない、俺が合ってないっていうだけで、俺がそのトラブルを起こしちゃったりとか辛い思いしたり鬱になっちゃうだけで、普通に働いて普通に生活を営める人ってやっぱすごいと思うよ。理想だよね、かっこいいし。俺がその嫌な思いしちゃうからもうやめるっていうだけでさ。アスペはやっぱ障害だよ、才能じゃないよ。でもし才能が開花するのであれば、それは病気は関係ないと思うね。配信時間長くすることか。ああだろうね。わがまますごく悩んでるよやっぱ自分で。みんなに書いておこうか、コメント。テロップに何て書いたら伝わるかな。なんかいい文言ないかな。何て書いたら嫌味じゃない。アートや配信に、配信に専念し、配信に専念したいです。活動にお金が
これでいいかな、これで伝わるかな。あ、俺もそう思うね、花見さんね。うん、あ、全然いいよ、選んでいいですよ、うん、ありがとう13さん。もしお気持ちアイテムいただけたら嬉しいですね。ひろゆきさん、そうだね、アスペとか ADHD っぽいね、ちょっとね、それは昔から思ってたかな。アルゴ、なんかシステマチックだよね、とてもね。人の感情とか無視してこうやったらこうなるよねっていう機械みたいに考えるよね、やっぱアスペの人とかって。いや、アイテムよこせとは思わないんだよな、それもまた違くて。ありがとう13さん。 そこもまた違うんだよな。みんなで一緒になんかやりたい、楽しみたいんだよね。なんか この空間もみんなで一緒に作ってるものじゃん。俺一人じゃ絶対に作れないものだから。ああ、いいよいいよ、謝らないで。そう。で、なんか対立構造にしたくなくて、なんかみんなとぎ、なんかこう、言い合いになるんじゃなくて、同じところに向かっていきたいんだよね、なんかね。俺の枠だからってなるじゃん。難しい。なんかこう、うまくね、うまくいかないかな。影響しちゃうね、どうしてもね。なんか3日間ぐらいで、なんか昨日10時間ぐらい配信回して花火2発で、で結局丸1日配信やって300円しか稼げなかったから、ちょっとやっぱ辛かったね。結構聞いたかな、それが3日ぐらい続いてて、ああこのままだと良くないなって思ったね。今は猫間の実家だよ、ここは。ここは猫間の実家。ですか。システム的に自分は正論ではないの、アスペの人。いや、なんかね、正論か正論じゃないかとかもあんまり関心がないかな。いや、本当にさっき言った通りですよ。あの、普通にアートに専念したり配信に専念したいっていう、なんかお金のこと考えてるとやだね、もう、うん、ありがとう13さん。お金のこと考えてると作品に濁りが出るっていうかね、それがすごい嫌だね。応援する時間で、いやいや、いつでも、なんか配信回してるのはやっぱそのいつも言ってるけど、全部さらけ出す代わりに、なんか代わりに対価のお金を、チップを少しいただけたら嬉しいっていう活動だね。だから配信回してる時はもう応援してっていう感じだね。生活保護はね、前もらってたんだけど、もう嫌だね、うん、生活保護には戻りたくないね。
やりがい大事ですよね。大切ですよね。全く同意見ですね。されるようにするのも嫌でしょ。応援されたら嬉しいっすよ。いや、単純に嬉しいっすよ。めちゃめちゃ嬉しいっすね。すごい嬉しいっすね。だからさっきちゃんちゃんブーがみんなハート1個、みんな和道さんに1個ずつあげようよって言われたのめちゃめちゃ嬉しかったっすね。作品はいいよ。最近の作品はこんな感じかな。こういう作品です。作ってる作品は写真、まあ今5作品ありますけど、こういう作品を作ってますね。写真作品、お金ね。やっぱ芸術家ってやっぱみんな貧乏だよね。スラタンだよね。人に信頼されるとお金ぐらい貯まる。ああ、いい考えだね、ミカリンさんね。あ、おやすみ。また会いに来てね。ちゃんちゃんブーおやすみ。ありがとね。おやすみなさい。配信で食えたの3年間、3年っていうか今月の3、あ、今年の3月まで、ふわっちに来てからだから3年と、3年と半、3年半ぐらいですかね。3年半、25万切らなかったっすね。いや、本当にそうだと思いますね。ミカリンさんの言うの、100%同意ですね。そうっすね。スタイル変えたっていうか、アートを本格的に始めたのが3月と、あと、やっぱ、臨死体験をしたのが3月と、あと、猫間ちゃんと出会ったのが3月だから、複合的な要因で、ガラッと変わったね、いろんなものが。ねえ、そういう依頼とかが来たらいいんだけどね。だからスタイルは大幅に変わったかな、3月。もう人生ひっくり返るぐらい変わったね。何もかも変わったね。いや、多分、もともと前のスタイルが好きだった人がいなくなったんだろうね、多分ね。前の和道、
と全然違うから、それはすごく明確にその人たちには責任ないと思うね。前の和道を応援してたのであって今の和道は別に好きじゃないっていうのはわかるね。ただその入れ替わりが起こってて、やっぱりアートが好きな人とかスピリチュアルな人とか増えてるから、だからそこの転換期でこう戸惑ってるっていう感じかな。臨死体験幽体離脱っていうか第5層って呼ばれてる世界に行ってアカシックレコードに触れたって感じですね。真理の扉を開いたっていう感じかな。そうだよね、いや花見さんの言う通りだと思う。お金に追われてる人にやりがいなんて考えられないって。おはようヒトラさん、久しぶり。そうだね、まあそういうの分かる人なんだ。そういうことっすね。それでまあ新しい出会いとかもあるんだけど、転換のタイミングで今ある形は正しいと思ってるんだけど、今いるリスナーさんもいいんだけど、ただその入れ替わりが急激だったからちょっと歪みがでかいっていう感じかな。いや、みーすけには感謝してるよ、本当に。いや、嬉しいよね。みーすけには本当感謝してるね。この BGM いいよね。俺もこの BGM 好きだね。いや、ずっと悩んでますね。ずっと悩んでますね。わからない。それはわからないね。あんまりその、なんかみんなからするとさ、そのふわっちの配信者で、なんか配信者ってカテゴリーに入れてると思うけどね。俺ね、あんまり自分のこと配信者だと思ってなくて、まあ、金梅さんとか、みどりさんとか、まあ、どれさんとか、なんか配信自体あんま見ないからね、その配信者がどうこうっていう配信論みたいなものってあんまり分かんないんだよね。なんかその辺よく分かんないかな。なんか配信者はこうあるべきとかこうだとか、なんかリスナー全然見てないから、ウォッチャーじゃないから、なんかそこはね分かんないね。他の人がどうやってるのかとか。
んまりね、昔結構怒りっぽかったんだけどね、あんまり怒ってる自分が好きじゃないんですよ。なんかイライラしたりしたくないんだよね。なんかこう、みんなとニコニコしてるのが好きなんだよね。楽しくね。なんか人をバカにしたりとか、こうけなしたりとか、容姿に指摘したりとか、なんかマウント取ったりとかがあんまり好きじゃないですね。見てて、なんか不快な思いしかしないから、そういう人は申し訳ないけどブロックするようにしてるね。
どうなんだろうね、麻薬ね。やっていいんじゃないかなと思うかな。ダメなのかな。アーティストに限って言ったらやっていいと思うけどな、俺は。それでいい作品が作れるならね。それでなんか何にもならないで、ただなんか堕落的にやってるんだったらあれだけど、いい作品作れるんだったらいいんじゃないの。どうなんだろうね。ねえ、人を殺すわけでもないし、どうなんだろうな。これアスカ好きだからね。アスカもなんだろう、なんだっけ、あのなんだっけ、あの人、医師の卓球もピエール竹も好きだし、大崎豊も好きだからな。うん、なんとも言えないところだよな、そこ。ライズも好きだしね。ライズのジェシーとケンケンが逮捕された時に、そんな人だと思いませんでしたみたいなことがツイッターに書いてあって、逆にどんな人だと思ってたのかその人に聞いてみたいなと思ったけどね。どんな人だと思ってたの。思わない。なんかボブ・マーリーもジョン・レノンも俺好きだからな。カート・コバーンも好きだし、火でもね、かっこいいよね。まあ酒も麻薬だね、タバコも麻薬だね。まあ合法か違法かっていう問題なだけであって、酒は間違いなく麻薬だね。
かお酒に限って言ったらクリエイティブとあんまり関係ないのかなっていう。いや、麻薬でしょう、完全に。アヤワスカも完全に麻薬でしょう。でもまあ、アヤワスカに限って言ったらね、なんだろう、このアレックス・グレイさんとかも、こんだけ素晴らしい絵を描いてるわけだからね。だから、いいんじゃないの？どうなんだろう？みんなはどう思う？素敵な問題だと思ってるんだよな、俺は。いや、日本人はっていうか、なんか、いや、特にそうだよね、俺もそう思うかな。きっと花は咲く、ありがとう。決めセク目的でやってる人が多い。捕まらなきゃいいと思うか。捕まらなきゃいいっていうのは、なんて言うんだろう。その、だろうね。ああ、自分にデメリットがなければいいと思うってことかな。俺は人に迷惑かけなければいいんじゃないかなって思うけどね。ピエール滝とか誰かをぶん殴ったりする人には見えないからな。石野卓球とか絶対いい人だもんね、どっからどう見ても。牧原とかも好きだしね、俺。全部地球上に存在するものだと思う。ああ、自然にってこと？あ、オーガニックだったら OK で、ケミカルだったらダメってことか。それもよくわかんないけどな。なんか、俺思うんだけど、神様がなんか余計なものを作るとは思えないんだよな。必要のない物質をなんか作るとは思えなくて、その人間が手を加えたものもしかりだけど、人に迷惑かけなきゃいいんじゃないかな。難しいよな。コカ・コーラ。神のトラップってどういうこと？
なんかそこよりも問題なのは、何かを生み出してるか何かを生み出してないかっていうことの方が俺は罪は深いんじゃないかなっていう。お、なんだそれ。誰？え、な、え、お、あの、何それ、ウサギ、すげえな、めちゃくちゃだな。いや、なくなっちゃったから。ボールあるよ。いいよ、いいよ。いいの？うん。寝るの？寝る。何かを生み出してる、生産してるか消費してるかっていう問題ってすごくあると思ってて、やっぱ生産してる人間に限って言ったらいいんじゃないかなと思うよ。消費してる人間に限ってはダメだと思うけど、どうなんだろうね、生産と消費。ものづくりはやっぱ尊いと思うけどな。アスペの診断はまず半年間心療内科に行って、でいきなりなんか先生とトラブルになって、その時がアスペの診断のテストだっていうことに気がついて、で先生に次の日東京大学行ってくれって言われて、で東大で検査を受けて、そうだね、8ヶ月9ヶ月ぐらいかかったね。あ、ZOZO の前澤さん頑張ってほしいですね。すごい好きですね、あの人。あの人いい人だよね。大好きだね。昔から名前知ってたけど、あの、一般的にメジャーになる前。なんか幕張で倉庫で ZOZO やってて、もうその頃から結構起業家の間では有名で。かっこいいよね。あの人大好きだね。好きなことだけやってきてるね。かっこいいよね、あの人。いいよね。いい生き方してるよね。いや、経営ってそういうもんでしょ。
銀行が融資を止めた形でそこに孫さんが名乗り出て、まあ安く買い叩いたって感じじゃないかな。トークあったらね、何でもできるからね。また授業やるのかな。どうなんだろう。優秀だからね、孫さんね。これですか、シルバーアクセサリーですね。シルバーのアートですね、これは。和道さんもノイズの中、ああ。そんな。おはよう、カラスさん。まあとにかくね、スポンサー支援者見つけないと今後の活動は厳しいよな、俺はな。
そう？乱れてる？あんまり良くない。
うん、集中してる。おー、みすけ、おはよう。おはよう。完成したら見せてください。うん、見せるよ。完成するのでも半年とかかかると思うけど、まだまだ先だよ。ねえねえ、
佐藤さん、夜予定が入っちゃうかもだからすぐか昼からかって言ってるけど、どうする？すぐ行く？どうしようかな。8時ぐらい集合にする？こう朝の釣り、おはよう、ひまわりさん。じゃあ、8時で約束したから。猫ま？なんすかね、受けとかは狙わないですね。作りたいもん作りますね。なんか受けとか狙っても面白くないじゃないですか。作りたいもんだけ作りますね。なんか受けてるものって世の中にいっぱいあるから、なんか僕のやることではないのかなっていう。それは他の誰かがやるべきことであって僕がやることではないかなっていう。自分のやるべきことをやりますね。受けてるものっていっぱいあるし、いいものとか売ってるんで、それをなんか僕が作る意味があるのかな、なんか僕のストーリーとは関係ないかなっていう。
なんか自分のストーリーをやりますね。誰かがやるべきストーリーであって僕のストーリーではないっていう。いや、だからシルバーアートですね。これを作ってますね。なんで何回も聞くの？何を作ってるって、これを作ってるんだよ、これを。なんでわかんねえんだよ。これだよ、作ってんの。これを作ってるんだって。なんて説明したらいいかわかんないよ。何を作ってるって言われても、これ。
ロマハーツいいと思わないんだよね。クロマハーツいいか。なんかクロマハーツ身につける意味がわかんないんだよな。かっこいいかあれ。なんかデザインそんなに来ない、グッと来ないんだよね。なんかよくわかんねえな、あればっかりは。ゴローズもあんま好きじゃないしね。みんすけありがとう。花火ナイス。みんすけありがとう。
どうも思わないですね。会ったことないんで。会ったことあるんですか、つとむさんは。もう分かんないっすね。美術館見に行きました。抽象画でしたかと。ああ、じゃあいいっすね。最高っすね。危ない危ない、
太陽の塔。僕はあんまグッと来ないかな。芸術は爆発だと俺は思ってなくて、なんかあの人が爆発なだけなんじゃないかなっていうか、なんか芸術が爆発だとはとても思えないですね。それがあの人の芸術に対する捉え方なんだろうけど、
そんなことって何ですか？ブロックだわ。
ちょっと俺この枠終わったらアートワークの活動行ってくるんで、また皆さんまた明日会いましょう。ありがとうございました。今日もありがとうね、お疲れ様。あ、いってらっしゃい。